はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、アッチェイです。PC88 のですね、5つ、パート37をやっていきたいと思います。ちょっとですね、どこまで話がいってたのかがちょっと思い出せないんですけども、あそこでしょうね、きっとね、あそこ入ってきゃいいのかな。ということで、あとなんかうっすら覚えてるのは、あの騎士が医師になってた騎士かな、そういうのがいたと思うんで、その人に接触、そういう人に戻ってるはずなんで接触するというところでしょうかね、まあ、そんな感じがします。ではやっていきたいと思いますね。もうね、正直佳境に来てると思うんですよね。ただね、地図がね、まあ、前回どこまで行ったかちょっと思い出せないんですけどもね、ああこんな感じか、で1層2層3層とかなんか言ってたような気もするんですけどもね、ちょっとはっきり覚えてないですね。やっていくうちに思い出すのかなという感じがするんで、やっていきたいと思います。ああこっちダメだな。あれ、あそこに降りれるもんがあるか、あれあそこ行けるのかな、どう見ても今この段階では行けないですよね、行けないですよね。なんだこれ、こうなってこの2つしかルートはないんで、あらら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 らで、こう行くと、あれということはあれですかね、もうこっち行って行けなければ、あの降りてくるとこからしかあそこは行けないということになりますので、ああそういうことですね、入り口別ですね、あそこの門に入るためには入り口が別にあるっていうような感じですね。なるほどなるほど、ちょっといつもより冴えてるような気がせんでもないですけどもね。でもどうせこれもすぐ忘れるんでしょうね、私はね。まあなんせね、方向音痴なんでね、散々方向音痴を露呈してきてますからね、ちょっとどうなるかわかりません。ここが第10位に上がった場合にどこら辺なんやろう。あとなんか騎士みたいなのも見つけないといけないんですけどね。どこ行ったやら。こっちで上がって、素直に行ってみようかな。こっちで上がって、2フロア上がるような感じですね。で、おそらく、右上の方から下っていくとさっきのとこに行けるのかなーっていうね、気がねするんですよね。一緒か。下くぐれるわ。というわけで、くぐれるけど、この右上の方には行けないんでしょうかね。行けないっぽいですね。ちょっと右上の方に行きたいのかなっていうね、思いがね、ありますんでね。これでは右上にはならないな。しかもこれ下に行くような気がするな。ダメだね。ダメダメ。そのまま戻ってきてますのでね。下に降りてもダメだと思いますので、すごいすごい、やっつけとったか。これ入ったら多分戻りますよね。でも入るしかないのかな。
多分ね、あらら、あらら、あらら、うん、ダメですね。おー、これダメだろうな。痛くない、あ、痛くないか、大して痛くないか。行っちゃうよね。右上に行かんといかないんですけど、あ、強なったなぁ、知らんのに。あ、右上無理かなぁ。あー、無理だね。ちょっと行けないですね、これね。で、これ行っちゃうと戻っちゃうでしょ。ということは、やっぱり、うん、医師になった。医師になって復活した。騎士に会いに行かないといけないってとこですよね。ただ彼がどこにいるかがもうさっぱりなんですよね。まぁ、ちょっと迷いながら行ってみたいと思います。私の予想ではね、三層目のような気がしてるんですけど、あそこに入り口があったということはですね、もう彼いないはずなんですよね。彼のいるフロアじゃないっていうことなんですよね。だもんでね、ああ、いた、あ、いたわ。あらら、置いてるうちにいたね。いましたわ。いい加減ですね、結構ね。記憶なんてね。君かい、僕の呪いを解いてくれたのは。僕はラミアの村のサダ、恋人のマリアを魔物の手から奪い返すためにこの神殿へ乗り込み、魔法使いに石にされていたんだ。そうか、マリアの救出は間に合わなかったのか。仕方がないよ、君は最善を尽くしてくれたんだしね。冷静ですね。僕にも剣を普通に君にあげるよ。僕の家には神殿で発見した素晴らしい鎧があるんだ。今親父が家にいるはずだ。もらっていくといいよ。ということで、クレリアソード、おー、クレリア銀、いやシルバーじゃないですもんね。もう一発買い出すのかな。クレリアの剣は僕の家に伝わる由緒あるものだ。大切に使ってくれよということで、あー、これ多分最終一番強い剣になるんでしょうね。じゃあちょっとお言葉に甘えましてね、ちょっと操作が曖昧になっちゃってますけども、リターンですね。彼はラミアのようでしたね。ちょっとね、何か進展があると嬉しいんですけどもね。この人相変わらずかな。あ、相変わらずですね。雲の匠を得た方が違うわというセリフが出てきて、ちょっと内容はか、あ、子供がいない。その剣はサダの持っていった剣じゃないか。まさかサダは。そうか、よかった。君が救出してくれたのか、ありがとう。そうだ、この鎧を持って行ってくれということで、クレリアアーマーを手に入れましたね。あ、それだけ。君にはクレリアの盾も渡してやりたいところじゃが、残念ながらあれはこのイースにはない、地上にはあるんじゃということで、ということはなんか地上に行くんでしょうね、きっとね。あれ、先行入力入らんか。あ、入ってなかった。あ、これ、あ、ストレングス、ディフェンスがまだなんだ。ストレングスがまだなんであれですね、きっとレベルで埋めていくんでしょうね。255までというような気がしますね。はい、あ、間違えた。ということは、あとはもうあそこですね。あそこしかないよな。あ、間違えた。女神の教官の
生たちに地下集中する、地下駐する、あーそこか、あーどうやって行くんよ、そんな簡単な衛星に言いますけどね。剣と鎧がね、見つかったというところで、こっちはひょっとして、あーひょっとするか、ひょっとしたな、しまった、これが3層目ですよね。どっかから行くんだろうな。そこね。どっから行くんだろう。で、ここで上がって。ああ、来たな、ここな。ですね。ということは2層目に扉があるんですよね。あのへんてこな降り口から降りてこないといけないんですけども、あそこにどこから行けるかですね。3層目から行けるのかな。だからここは開いてて、ここで上に上がって上がっても仕方がないんですよね、これね、確かね。でキーズがいたところですよね、ここね、今いないですけど。で、こっちに来て、あ、強い強い、あれ、これは女神のとこかな、なんかバッコーンダメージ食ってますけどね。あー、女神のとこだな。あれ、あれで女神のとこ、どこのとこから入って、あ、も、あ、入ってきたとこに戻ったのか。これは失礼しましたね。あ、ほんまや、来たとこに戻ってきてるわ。とりあえずね、ちょっとね、この辺でいい時間が来ましたので、PC88 のですね、イース2パート37ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。アチェでした。